長いツインテールに人間では不可能な高い音域まで歌い切る16歳の女の子、初音ミク。コンピューターが作り出した声とネット上に集まったクリエイターたちが作り上げたバーチャルシンガーです。街にもその透き通る歌声が流れました。聞き慣れない声で珍しいなって感じです。普通の女の人？ Not something that I'm used to because the voice, the pitch of the voice is very high and sounds a bit artificial. Artificial? Yeah, but it's, it makes me in a good mood. Okay. Yes. サビのところはすごく元気の出るような感じで、その声の印象の方が強いですね。あ、そうなんですか。人々が彼女に託して歌わせた数々の歌声は音楽業界も無視できない魅力と幅広い支持を集め、世界の視聴者から注目される存在に成長しました。初音ミクの世界はどう作り出されるのか。クリエイターたちの素顔に迫ります。札幌に本社を置くクリプトンフューチャーメディア社、ヤマハの音声合成技術ボーカロイドを元にしたソフト初音ミクを生み出しました。歌詞をパソコンに打ち込めば歌手がいなくても歌ってくれます。4万本も売れるヒット商品となりました。まあ、歌が歌うまいシンガーさんじゃなくて、まあ、可愛いとかかっこいいとか、その漫画に出てくるようなそういう、人格が、まあ、歌を歌ってくれるようなコンセプトのものがあれば新しい楽器が実現できるんじゃないのかなっていうことで、前々からその声優さんには注目をしたわけです。声の質だけで、まあ、決めたような、ところでもないんですけれども、まあ、やっぱりビジュアルイメージの部分であるとか、そうですね、まあ、インパクトですよね。まあ、キャラクターとしてボーカロイドの音声そのものをキャラクター化するというのが最終的な必要な目的ではあったので、ただそんなに広く、まあ、現状のような広がり方をするというふうには思わなかった。クリエイターは曲を作り、初音ミクに歌わせ動画サイトに作品を投稿します。他のクリエイターが曲に映像を付け加えます。ネットを通じてみんなで創作する、草の根の力が作品のクオリティを高めます。そんな初音ミクの世界で音楽業界が注目する作家が誕生しました。りょうさんです。初音ミクを使い作詞作曲をしています。代表作メルトは動画投稿サイトで400万回も再生されました。メルトが収録されたアルバムスーパーセルは1週間で5万6000枚売れ、オリコンチャートでメジャーアーティストを抑えて4位となりました。魅力っていうとやっぱりあれですよね、今までその打ち込みの中の概念で音源として歌ってなかったんですよ。でこれがあるっていうのはかなり大きいことだと思いますね。歌詞が自分で書いたのが乗っけられるっていうのが、そのボーカロイドっていうのがあることによって、誰もが作詞家、要するに自分の作りたい音楽がそのまま発想したものがそのまま作れる、その人らしい音楽っていうのがどんどん追求される形になると思いますね。本当に今ニコニコ動画でボーカロイドやってる人ってクオリティが高いのと同時に色が立ってるんですよね。ああ何これ聞いたことないみたいな、そういうような編曲の仕方もそうですし、歌詞なんかもかなり、突飛なものまでからうまくそれをまとめているところまで、本当にみんなやりたいようにやってる感じで音楽的なレベルでも上がってきてるというもので、まあ商業ラインと違う点って音の作り、音の聞こえ方ですね。音楽の作り手の裾野がすごい広がっている感じはあるので、
こういう音楽に関われるだけでも十分なのに、まあ、作り手になってこう発表していけるなんていうのは、自分ができるとは思ってなかったので、作詞作曲編曲までやってミックスまでやって、かつ動画まで作ってみんなそこに行き着いてるんで発表してるっていう、それができてしまっているっていうのはすごいことだと思うんですよね。ボーカロイドっていうのでこれ人なのって言わせたら、やっぱり打ち込みやってるものとしてはやっぱりあれじゃないですか、嬉しいっていうか、これ人じゃないんだよみたいな感じでちょっとこうニヤリとできるじゃないですか。最初に両都市でやって、あのこの色の今回の楽曲いろいろ聴かせてもらった時に、やはり本当に鳥肌立ったんですよね。勝ちのミクって16歳なんで、16歳の女の子の心情をこれだけで書けるのはすごいな、手応えはすごいいいですよね。1割ぐらいかな女の子がって思ってたら、 45% の女の子っていうのは、やはりそのこのプロダクト自体がやっぱ女の子に好かれている。愛内里奈さんらに曲を提供する作曲家の津久井和人さんは、初音ミクを使って世界でも通じる音楽を目指しています。このループとかアルバムバージョンしか入ってないですからね作った曲は Apple の音楽配信サービスを通して22カ国に配信されました。反響は広がり、海外のリスナーから書き込まれた熱心なコメントに驚きを隠せません。イエス、ファイナリー。アメリカの方がコメント多いです。すごいですね。アメリカとか、まあ、ヨーロッパ、欧米系のところっていうのは、耳がどう考えても日本人よりも超えてるから、音楽だけで単純に勝負を挑んだら、まあ返り討ちにされるのは目に見えて分かることで、そうなった時にやっぱり助けてほしいのが初音ミクとか、まあ、ボーカロイドっていうののエンターテインメント性というか娯楽性全体、それをアメリカとか欧米の方とかにも理解してもらえたら、より広がっていけるんじゃないのかなっていうふうには感じますね。もしその初音ミクをはじめとするボーカロイドの音源がアメリカの iTunes のランキングに殴り込むような状態になったら、なんかこう世界の音楽業界の構図っていうのがかなり動いてくるんじゃないかな。逆にアメリカのそういう創作文化みたいなのを今度刺激していけるんじゃないかなと思いますかね。日本中が動いたっていうことだと思うんですね。10万売るっていうのは本当にそういうことだと思うんで、あの何にもインターネット私環境ないですって人まで買わないとダメなんじゃないかっていうぐらいの反響があったので、これはや正直驚く数字です。この業界的にもだから、まあ後続の人がどんどんデビューを、まあ、控えてますけれども、日本独自のこうカルチャーとしてアニメーションと、まあ、関係するところあると思うんですけれども、これは世界の誇れるもんだなと僕も思いますし、世界がそれを進め始めてると思いますし、自信を持ってあの日本人の誇りの部分かなと思いますので、間違いないと思います。ダンスプロモーションビデオサイレンス、完成までには主に5人のクリエイターが関わりました。歌を作った人、リミックスを加えた人、ダンスをさせるソフトの開発者、キャラクターを描いた人、そして映像を制作した人、9分に及ぶ超大作が出来上がりました。サイレンスは樋口優さんが開発したソフトミクミクダンスで作られました。70時間かけて作られた無料のソフトで、足や手を調整して動かすことで踊らせることができます。ミクミクダンスで作られた動画は数千本にも及びます。樋口さんはみんなが作る映像の素晴らしさに魅了され、役立ちたいという思いから日々ソフトの改良を重ねています。動きばかりでなく映像美を追求した作品も生まれました。独自の宇宙観を表現した完成度の高い作品、
トリップショッツさんのネビュラです。プライベートな時間のほとんどを使い、5ヶ月間をかけて映像、歌、曲、すべてを作り上げた驚愕のプロモーションビデオです。本業は映像制作ですが、時間やコストなどの制約が多く、自己表現ができません。その反動もあって表現の限界に挑み作り上げた結果、たちまち20万回も再生されました。トリップショッツさんのこだわりが全世界の視聴者をうならせ、海外からも映像が欲しいと依頼が来るほど高い評価を受けています。進出しました。初音ミクはおなじみのアーティストのお二人が参加するということで、ミクに詳しいとかさん、はい、ありがたいですね。いい作品を思う存分作り上げたい。クリエイターの思いはキャラクターに命を吹き込み、感動を与え、さまざまな分野に影響を与えています。音声合成技術がさらに進化して人の声に近づけば、想像する世界観はさらに広がり、既存の概念を超えた新たな芸術が全世界で溢れるかもしれません。